新常識、打たずして期待値を積むのが勝負を分ける。はじこり本心がすが進化したスポットランパチンコダンスの貸し方をお伝えするチャンネルです。はい、どうも、今度春菜でございます。今日はですね、パチンコの新常識として、パチンコを打たずして期待値を積むのが勝負を分けると、そういうテーマでお話ししていきたいと思います。はい、皆さん、僕が言った意味、どういう意味かお分かりでしょうか。はい、正解です。さすがですね、皆さん。はい、今日まず、まあ結論を言いたいと思います。結論言います。自分の台だけで期待値を積むのではなく、U タイムや右打ちランプや潜伏各辺を拾える可能性のあるお店に行こうよ、そういうことを言いたいと思います。はい、ではご説明していきたいと思います。はい、今はですね、やっぱりね、ボーダーで立ち回っていくより U タイムを狙って期待値を積むっていうのが、やっぱりね、だんだんメジャーになってきてますよね。はい、それで期待値を積むと。で、まあ、さらに最近ね、結構右打ちランプ機種っていうのも増えてきました。はい、そこに合わせてね、まあ、前々からあった、まあ、数は減ってるけど潜伏各辺っていうのもありますね。はい、皆さん、まあ、右打ちランプとかね、U タイムとか、さすがにまあ、ご存知だと思いますね。はい、まあ、まだ分からないよという方はね、U タイムとは何ぞやという動画は、こちらの動画で紹介しておりますね。はい、右打ちランプとは何ぞやということは、こちらの動画でご説明しています。潜伏各辺が何ぞやという方は、こちらの動画で説明してますので、ぜひそちらを見ていただけたらと思います。はい、さてね、僕がね、まあ、U タイムが誕生する前と、誕生した後で立ち回りが変わったことがあります。はい、それは何かというと、自分一人のマンパワーだけで期待値を積むっていうのが、まあ、今まで従来の立ち回りだったんですね。それは U タイムが出てからは、自分の台だけじゃなくて他の台も期待値として考えて立ち回るというのがするようになった、新型の立ち回りでございます。どういうことかと言いますと、自分一人で台の1対1のね、期待値を積みつつ、他の台の右打ちランプとか U タイムを見て、他の台の合わせての期待値を積めるようなお店に行くようになりましたね。例え話させていただきたいと思います。はい、例え話聞いてくださいね。はい、どういうことかというと、例えば A 店が特定日でそこの店に行ったら、1日期待値2万3000円を、まあ、積むことができる機種があるとします。はい、ただしそこは台数も少なくて、知識ある人が多くて U タイムとか右打ちランプは狙いづらいとします。かたや B 店ね、1日期待値1万6000円くらい積むことができる機種があります。はい、ただし、まあ、台数が多くて年齢層もまあ高くて、あまり知識のない人が多い店です。はい、でそこは U タイムや右打ちランプの消化を見届ける機会が多いです。この場合ですね、まあ、どのくらいの U タイムを拾えるかっていうことにももちろんよるんですけど、期待値が安くても僕は B 店っていう選択肢をすることが結構多くなってきましたね。そこのね、店に行って、例えばまあボーダーちょいプラスぐらい、ほんのちょっとプラスぐらいの調整だったとしても、全然1日行って期待値をまあ3万とか4万とか詰めることも全然稀じゃないんですよ。まあ、またね、右打ちランプ機種にもよるんですけど、まあ、右打ちのその電柱特図2で1回転消化したとします。そうすると、ね、単価大体まあ80円ぐらいなる機種と想定しますね。で、80円消化して、それを1日で、まあ何とも言えないところですけど、50回転見届けましたよと。はい、そうしますね。そうすると、まあ80円かけて50回転見届けたら約4000円ですよ。自分が打たずしてただで期待値を4000円上乗せできるんですよね。まあ、ちなみになんですけど、僕はね、ここ3週間でなんと6台の、右打ちランプ見つけてます。はい、だからね、もうまあまあ正直ね、まあ、面白いか面白くないか別として、あんまり面白くないっちゃ面白くないんですけど、お店に行ってずっと知識ある人がいればね、期待値を詰める時代なんですよね、っていうことでございます。なのでね、まあ、今日はね、ただただ自分のね、マンパワーだけで期待値を積むのではなくて、まあ、右打ちランプとか U タイム、もしくはまあ少なくなってるけど潜伏各辺とか狙ってね、まあ、見えない
期待値っていうんですかね、自分の一対一の大の期待値だけじゃなくて他の大も狙える期待値、はい、そういうのも含めての店選びをしていただけたらいいなと、はい、そういう選択肢もあると、まあ、僕もね、アタッショナルトも結構してますし、はい、そういうのを知ってもらえたらいいなと思って今日は動画を撮らせていただきました、はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。今日久しぶりのおまけトークに行きたいと思います。今日のおまけトークなんですけど、まあ今日僕が、ね、伝えたかったテーマである、まあ期待値、期待値の期待値だけじゃなくて周りのその台も取れるような環境に行きましょうよということをお伝えしたんですけど、それプラスちょっと立ち回りが変わってきたのが、海をあまり打たなくなりましたね、はい、やっぱりね、海打つとね、まああまりっても打つことはもちろん打つんですけど、海打つとやっぱりね、自体にしがみついてぶん回さなきゃいけないですよね、はい、なのであんまりね、U テームとか右打ちタイムとか目にチェック行く時間がなくなるんですよね、はい、なので他の台とかだったらスーパーリーチイコール、もうスーパーリーチイコール休憩時間じゃありませんよ、スーパーリーチイコール U タイムとか右打ちタイム目に行く時間なんで、はい、そういうことができるんですね、はい、なので最近は、海があんまり打たなくなってきたよと、はい、いうわけでございますね。とは言っても最近大きい海5のね、アマレジの25回転もある台があったんですよ、はい、期待ニットにして3万超えたかな、あ、3万超えてますね、はい、で結果は10万越しの勝ちをしましたけど、はい、まあまあでも海やる機会少なくなってきたという感じでございます。はい、ありがとうございます。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。